まあちょっとねあのー、不満のある作りというか、まあ、若干ねこう残念だなって思うところがね何点かあったりするんですよ。まあまずですね、まあ、僕は持ってないんですけどデラックスサイズのソフビで言うとですね「ファイブキング」のねこういったどっしりとした造形ではないんですよね。まあ ちょっとね広い画像で申し訳ないんですけどこんな感じでねちょっとこうのぺーっとしたようなひょろい感じでこう特徴的なねレイキバスと眼球の腕がですねものすごくだらしないような造形なんですよね。大体いいデラックスサイズのソフビって結構いい出来になるものがほとんどなんですけどこのファイブキングに関してはですね 本当にね、あの、お粗末な作りと言わざるを得ないぐらいね、残念な出来なんですよ。ただですね、このデラックスソフビーはですね、割とプレミアがついちゃってて、定価がだいた1300とか400円ぐらいなのが、もう今、絶版になってて、だいた、ね、7000円前後するようなね、高額フィギュアに。 高額装備になっっちゃってるんですよまあそれぐらいですね、まあ、好きな人は欲しいというか、まあ、実際僕もねあの買えるんならば買いたいんですけどまあただねやっぱりその造形とかを見るとねちょっとあれに7,000円出すのはきついかなって思うような出来なんですよね。で、まあ、この少年リックのものなんですけど、まあ、文句はねほとんどないですよ。 まあこうやってね軽く見ていただくだけでもまあ劇中のねあのスーツの造形にものすごい近いというかうんまあこの塗装に関してもですねまあこういった羽の部分にねまあ塗装のこういったなんて言ったらいいんですかねちょっと吹き散らしのゴツゴツみたいなのがあるんですけどこれはこれでねあのかなり。 味があっていい成形だと思うんですよね本当にあの劇中に出てくる、まあ、スーツと同じような質感を目指してね作ってるのかなとは思うんですけど、まあ、どうなんですかねちょっとそこら辺は分かんないんでねあんまり深くは言いませんがまあもう見ていただいて分かる通りですねこういったレイキュバスの、えー、模様だったりとかね、まあ、もう眼球のああいった触手の部分そして まあ目の造形だったりとかまあこのねメルバのえ顔の部分の造形、えーまあ、羽そして、えー、ゴールザのね体部分だったりまあもう言わずもながらこうやってねあのー、胸から股間にかけての素晴らしいねスーパーコップの造形なんかもう上げれば上げるほどねキリがないぐらいね素晴らしい出来なんですよ。ただねこれ1点ね欠点があるとすればね大きさですよね。 まあ先ほども言った通り僕ねこんな風にその尻尾をね外して飾っちゃってるんですよまあそのぐらいねこのフィギュアがあの大きいっていうことなんですけどうーんまあねもうちょっとちっちゃくてもいいかなとは思うんですよ、まあ、ただねこの少年リックさんのものに関してはまあこういったねその大型スケールでえーまあこういう細かな造形をしてまあ商品として販売するっていう風な シリーズがあるのでまあそれはそれでいいんですけどただねファイブキング単体のこういったフィギュアで見るとですねまあどうしても大きすぎるんですよねまあ理想としてはやっぱりデラックスソフィぐらいのサイズでまあこのクオリティならばもう文句ないなというような感じなんですよんでまあ最近で言うとその500サイズのソフィーなんかはですねまあちっちゃいんですよ本当に手のののひららサイズぐらいのねあの 子供がね扱いやすいようなものなんですけどもあのー、造形はねかなり忠実に作ってはあるんですよ。あのー、両腕がね短いこと以外を取ればですねまあそのデフォルメの祖父ーとして見ればまあ100点ぐらいのね価値はあるんですよね。ただあのー、残念なことに塗装面がお粗末でもう全身 ね、あの赤色というか茶色というかあの一色で塗装されちゃってるのがね、まあ、もうもったいないなとは思うんですけどねうーんまあそこら辺はねしょうがないっちゃしょうがないんですよまあこういったですねさまざ、あ、まな不満点を抱える「ファイブキング」の造形物たちなんですけど唯一ねあの僕の理想に近かった「えファイブキング」のフィギュアっていうのが一度だけね あのメディアに出たことがあるんですよそれが何かっていうと、えー、ソフビー魂から出てたねあのファイブキングですよ皆さん知ってますかね参考出品だけされてね未だだ音沙汰のないあの出来のいい <laughs> フィギュアですよ本当ねあれもったいねめちゃくちゃ欲しいんですよねサイズ的には、まあ、デラックスソフビより、まあ、若干、まあ、小さいか大きいかまあそんぐらいの、えー、大きさで で、造形だとねちょっと画像があの少ないんでね何とも言えないんですけどあのツイッターとかねこう参考出品のものをこう撮ってる人がいっぱいいてそれを見る限りではもうねあのこの今見てもらってるこの少年リックさんの造形をですねもう少しこう細やかにしてまあ 彩色もですね、まあ、劇中に近いような若干暗めの、えー、濃い塗装でかつ、まあ、もう完璧としか言いようがないようなね、あのー、参考出品のものがあったんですけど未だにね発売の音沙汰がないと。 まあ実はですね、このソフビ魂の「ファイブキング」に関してはその「ファイブキング」が出る前にですね確かウルトラマンギンガとウルトラマンビクトリーのねソフビ魂から出たこの2体のまあ フィギュアが、まあ、先にねぷっと販売されたんですけどその売り上げがねあんまりよろしくなかったみたいなんですよそれでまあこのファイブキングを量産するだけの予算がなくて、まあ、参考出品止まりになってるんじゃないかって言われてるんですけどね、まあ、実際のところはまあわかりませんただね本当にもったいないんですよあの参考出品された ファイブキングがですね。未だに忘れられなくてですね。もう発売を今か今かと。僕はね。待ち望んではいるんですけど、僕以外にもね。おそらくああ<ー>いつになったら出るんだっつ <laughs> ってね。あのやきもきして毎日過ごしてる方っていうのはね。いっぱい。 いいると思いますまあそれぐらいですねこのファイブキングっていうのは本当にに好きな人にはたまらない一品ない品わけですよ、まあこれから先ねその祖父母魂のファイブキングがまあそうだなプレミアムバンダイとかでねポンって出たら速乾するレベルには買いたい人はいるんじゃないかなと思うんですよねまあそうだな仮に出るとすれば1万5,000円ぐらいでね <laughs> なんとか売ってくんないですかまあ最悪2万まで出すんで。 あのー、バンダイさんちょっとねお願いしますあのー、<laughs> ソフビ魂のね、あのー、参考出品で出た「ファイブキング」をどうかどうか出してくださいあのね買うんでよろしくお願いしますでまあね本当にこれ素晴らしいフィギュアなんですけどねあのー、まあもうちょっとねあのー、話すとすればこの「ファイブキング」ってどうだったかな PVC か何かでできてるんですよ まあ割かしね、こう、軽めでね、扱いやすいフィギュアではあるんですけど、その分ですね、これ、まあ、ヤフオクとか、メルカリとかで見てもらうと、あの、開封済みのフィギュアで、ほとんどがどこかしら破損しているものばっかりなんですよね。例えば、まあ、このレイキュバスの、えっと、ハサミ部分の破損のものだったりとか、よくあるのは、この、眼球のね、触手の、 部分がパキッと折れた状態のものを販売している方って結構いらっしゃるんですよまあ、そのぐらいですねこの少年リックさんから出たファイブキングのフィギュアってまあ、結構ね繊細でもろい部分があるんですよねだからまあ、どうなんだろうなこれ発売した当初でも結構そういった破損した状態でね送られてきたこファイブキングっていうのはね結構いるんじゃないかなと 思うんですすけど、まあ、どうなんででかね、まあ、でもねそれぐらいねあの繊細で細やかにね作り込んでるっていうことなんで、まあ、それに対してですねこうケチをつけるのはねいささかちょっと意地悪だなとは思うんですけど、まあ、それでもですねなかなか完品状態のものっていうのは市場に出回らないんですよ。 それぐらいですね、まあ貴重なフィギュアといいますか、これを持ってる方はですね、まあ僕含め非常にね、ラッキーな方だと思うんですよね。まあ、今でこそですね、この発行ギミックのないファイブキングのものっていうのは、まあおそらく市場にほとんどないというか、うん、まあ探してもね、見つからないレベルにはない貴重なものなんですよね。今現在、Yahoo! オークションとかで販売されてるものは、 まあ発光ギミックがついてるまあバージョンのものでまあこれもですね同じひな型を使っていてんでまあ背びれとどうだったかなゴルザとメルバの目と眼球の,ねこの左腕部分の目が光る発光ギミックがついたねあの非常にいいフィギュアがねまだまだ市場に残ってるんですけどそれがね結構お高い <laughs>。 まあプレミア価格がついちゃってね、もう発行ギミックのものでも2万3000円ぐらいなんですよ、販売価格が。でも、もう市場に本当になくてですね、未開封新品のものだと、もう6万円とかね、わりかし3倍近い値段で売られてるんですよね。まあね、これはしょうがないです。やっぱり流通量が少ないのと、このファイブキングっていうのがね、わりかし買い手が、 まあその分ですね本当に買いたい人はもうお金さえあればもういくらでも買うっていう風な人が多いんでですね割かし強めな値段をつけちゃうんですよ、ね、まあそれでもですねこの「ファイブキング」のフィギュアっていうのはそれだけこう彩色をとっても、まあ、造形をとってもですねまあほぼほぼ完璧に近いような商品なんでね。 まああの買われた方はですね、まあ、後悔することがないと思うんですよねまあ値段がねちょっと可愛くない <laughs> んですけどねまあそれ以外は完璧ないいフィギュアですよはいえー、それではですねあの今回紹介しましたこの少年リックさんから出たねファイブキングいかがだったでしょうか まあ2015年に発売されてねもう今は2022年だから、まあ、約7年前に販売されたねこのファイブキングのフィギュアなかなかねこう手に入れる機会がないとは思うんですけど欲しい方はですね本当に是非とも買ってほしい一品ですやっぱりねこうファイブキング好きとしてはこのねまあその多く造形されてるフィギュアの中でも、まあ、一番ね クオリティの高い造形物なんでですねぜひともこう手に取ってね見ていただきたい一体ですよあの。大型スケールのねフィギュアとしても完成度の高い一品なのでまあね持ってない方はねまあそのお値段は張るんですけど買ってみてもういいんじゃないかなとは思います。 はい。えー、それではですね、あの、ここまでご視聴していただきありがとうございました。えー、またね、あの、動画出ましたら、あのー、こんな風にね、最後までお付き合いしていただけると幸いでございます。それでは皆様、えー、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。まあね、今回ね、長くなってはしまったんですけど、まあ、それぐらいね、僕はこの5キングっていう怪獣が,怪獣がね、あの大好きなんでね、この、僕の、 ファイブキングに対する熱量がね少しでも皆さんに伝わったならと思います。えー、まあ最後はねこのファイブキングで <laughs> 締めましょう。本当にねかっこいい怪獣なんでねあのー、もしねこう完品見つけた方でねお金の余裕がある方はねぜひとも買ってみてください。後悔ないと思います。それではまた。